も FMW 面白すぎます。藤原さん、これはまたあの新しいガウン、かっこいいですね。かっこいい、かっこいい。感じもありますね、一瞬ね。右肩のね、こう何か鳥をイメージした。うわ、さあキャーって声がした。お化け屋敷みたいだけど違いますよね、この音で ね、 もうね、今キャーって言ったらやっぱり熱狂的なファンいるんですね、まあ、ある意味ではやっぱり女性にモテるんだ、あの坊主頭は。今その動向が最もミスターガンの助、新崎人生冬季行動入場です。斉藤さんのお友達ですよ、お友達。最も気になる男たちが入場します。斉藤さんの仲間、はい、ビジネスライクの男、新崎人生のテーマソングで雁之助、そして冬木行動が入場ということになるんでしょうか。今やビジネスライクのもう、まあ、俺もよくわかりますけどね、もうやっぱりビジネス大事ですよ、斉藤さんね。新崎人生、果たしてそのディファでの強行真意はいかに、その答えが果たしてこのメインイベントで。だって斉藤さんはね、ディファで見てないだろうけど、新井さんとすごい仲良かったんですよ。その答えは出るんでしょうか。新井さんとすごい仲良かったんだから。人生ですか。道のくプロレスより、うわ、新崎人生。ちょっとちょっと、斉藤さん、はい、ハゲ頭の女の人が後ろから。あ、本当だ。しかも水着、よくわかりませんか。あれや、あはあ、さ、冬木さんと雁之助さんもよくわかってるよ。もうほら、完全にグループですよ、斉藤さん。スキンヘッドグループですか。いやちょっとズラがあんまり合ってないみたいですけども、ほらでも見たらわかるでしょ、そんなズラがどんことか言うんじゃなくて、ほら、はい、もう完全に人生は冬木チームの一員ですよ、これは。どうも私はそのあたり消せないんですが、私は人生の本意じゃないような気もするんですけれども、どうでしょうか。もうあのあたり年取ったら頑固でいかんわ、本当に。もう毎回見たらあんた頑固すぎるわ。もう見てや、そうなってんだからいいや。もうただね、人生ってのはエンターテインメント、プロレスをですね、もう肌で知っている人なんで、あの、ね、まあ、ある意味では斉藤さん、ファンサービスもすごく大事にする人なので、はい、斉藤さんはね、小野田さんや横井さんじゃないんだから。戦争が終わったのを知らない島に隠れてる人みたいな、もう目の前で見たら分かるでしょうが。もうさあ、小野田さんや横井さんのことを悪く言うようなね、コメントは杉田さん、もう考え直した方がいいですよ。悪くは言ってません。さあ、その人生、見てかっこいいな、ね、やっぱりほら人生、このね、この澄んだ目にですね、偽りはない。これだけの修行を積んだね、この人生というね、男がね、悪に身を染めるとは私は思えない。帰るの、帰るの、帰るの。赤コーナー230分、しかもそこでもうミスターガンのーズラを取ってしまいましたね、はい、ほらガンちゃんと相談してるから。220番の新崎人生、249番の冬木行動、青コーナー225番の男の中の男、大谷坂田、230番の田中興味深いシックスメンタッグマッチ、まもなくゴングを迎えようという瞬間がやってまいりました。この試合にはあのリッキー・フジの去就もかかっているという。あのね、大谷さんの怪我なんですけどね、あのディファの時はね、さらしが痛々しいですよ、はい、もっとひどそうだったんだけど、今日はね、立ってる雰囲気はディファの時よりは良くなってる。そうですか。ただテーピングはひどいですけどね、まあ、ちょっとこのシリーズでね、脇腹をずっと痛めておりまして。ただね、リファでね、金村選手とだったでしょ、はい、谷本智美さん争奪なんて言ってね。そうなんですよね、また厳しい試合で、はい、そんなよくも知らないくせに、はい、
もう喋りません。もじゃあ続けてください。知ってるみたいなこと言うから、まあ、続けてください杉崎さん。それでね、はい、あの時に、ね、金村選手相手にあそこでね、治ってもないのにあの試合はやったもんだからね、はい、ちょっと治りは遅くなってると思うんですよ。あ、なるほどね。さあさらにこの試合は厳しいものがあるわけであります。おおお、さあまずは早草から、おお、そして人生、いやー、これはいきなり早草対人生が見れるとは。これはちょっとゆっくり見ましょうよ。まあ、あの人生のですね、してる場合じゃないよ。もう人生が空いた形で行動に出たのはファンの皆さんショックを受けられている方も多いかと思うんですけれども、まあ、ある意味でこういった早草対人生というですね構図が生まれたというのは、これはファンにとってはありがたいことじゃないですか、ある種。こういった顔合わせはなかなか見れないですからね。さあ見れないけど、人生は何らかの思惑があるにせよ、これは早草は戸惑っていると僕は思いますけど、まあ一度は早草、当然この人生、自分の仲間になってくれるものと。僕も駒沢の時にはそう思ったんですけどね。駒沢の答えがこの人生の一連の行動ということなんでしょうか。ことでしょう、だって一連のディファで出てきた時からの今日までの、はい、動きでしょうね。さあ、だスーパースター H がどうこうっていう問題じゃないってことですよ。スーパースター H に対してちょっと言いたいことがあるっていうふうに人生さんおっしゃってたんですけど、ね、まあでも早草ですから、もう早草になりましたけど、まあ田中はね、そういった理由があって、うん、田中はその早草にフォローしていこうっていうのがあるんですけど、はい、早草に対しては何のわだかまりもないですよね。ないはずなんですよね。まあそれは人生も同じことなんですが、人生はいや、だから人生は別のところだったってことですよ。新井社長、悪の新井社長にですね、まあ金銭で買収されたような格好になったと。買収ってなんで買収って、正当なお金をもらったら人生選手は FMW とは、FMW や早草さんと契約してるわけじゃないんだから、正当な、はい、買収だなんて、あなたは性格が悪いからそうやって。でもね、どうでしょうか、悪に身を売ったという感覚は私は悪か善かは分からないって、俺はもうこれもう言うのバカバカしくなってきたけども、悪か善かは分からない。怒らなくてもいいじゃないですか杉作さん。だって悪の首脳部って言ってるでしょ。斉藤さんが言ってるだけでしょ。そんなことないですよ、番組冒頭のナレーションでも言ってます。だ斉藤さんが言ってるだけでしょ。僕はナレーションしてないですから。だ誰が言ったか知らない。斉藤さんをはじめとして一部の頭の固い人が言ってるだけでしょうが、一般的な見方は悪の首脳部ですよ。やっぱ早草頑張れなんですよ。そうでしょ。いやでもそうだけど、やっぱりね、人生みたいにね、得の高い人はね、パッと見た感じで善悪なんて決めないの。いや、人生にとって善悪は決めてないかもしれないですけれども、ビジネスです。人生ほど得の高い人こそビジネスだけで割り切って相手行動を取るっていうのは、しかも乱入ですからね、正当な試合じゃないわけですよ。じゃあ斉藤さんは何、ね、とにかく人生のことをブロクソ言いたいわけ。そうやって、いやそんなことないですよ。いやそうです、聞こえない。いや人生別のシーンがあるという、杉作さんみたいに短絡にね、お金だとかビジネスだとそんな簡単にね割り切れるようなことじゃないんですよ。そうやって斉藤さんよそ見してるから、ほらもうちゃんと見ますよ。今ね間合いの取り合いですから、人生と早草見てもらえ、これね見てもらえるのによう言えるわ。ほんと私はモニターをしっかり確認しながら見てますからね。さっきから坊主頭の女の人のケツお尻のあたり見てる。それはあなたで今初めて気づきましたよ。本当に杉崎さんどこ見てんのかと思ったら、なるほどね。さあやっぱりね、私はこの攻防を見ていると、人生はねやっぱり早草と肌を合わせたかったんじゃないかっていうね。あ、斉藤さん、まあ僕もね今その斉藤さんの意見が出たでしょう、僕も本当はそれを用意してたんですよ。僕もそれを用意してました。よくいるんだこうやってね、こう人に言われた後に、あ、僕もそう思っていたて。ね、確かにそうだよ、見に行った駒沢で見ただけじゃやっぱり分かんなかったんですよ。ほんでやっぱりね、当たってみなければ。調子いい男です。斉藤さんに先に言われてしまったから僕も言いますけど、このあたりを確認しながら肌と肌を合わせて、まあ、プロレスラーってのはね、本当に実際に肌と肌を合わせてみないとわからないことっていうのがいっぱいあるらしいんでね。そう、人生と早草、今フランケンシュタイナーを、でもタッチワークとか、フランケンシュタイナーを叩きつけた。まさかまさか受け付けなかったという。いやでもちょっと違いますよ、その単に確かめに来たっていうのと違うよこれは。あー、なんと2プラトン、わあ、あれ息が合ってるぞ。おお、ガンノスケと、これは、これは皆さん、
ケと人生がなんと永久保存版かもしんない今の画面は。こんなシーンがやってくるなんてありえなかったでしょ。ここ2年2、3年見てる今のね、今の写真に1枚撮っといたらね、もう一生来ない、トリック写真だと思われる。さらにハヤブサも今ね、人生に別れを告げるような茶化し人生ポーズやりましたよ。おお、さあそして田中大雁之助、この試合も見てみたかった。うわおお、さあ田中と雁之助がバックの取り合いから、さあ肘を当てていく雁之助、さあ反対していく、すごい蹴りだ、すごい蹴り、まさに鋼の肉体。お、早くも早くもスイング、あスイング DDT をこれマンハッタンドロップで返していきました。このあたり老練なテクニック、老快なテクニックは雁之助、武勇気行動対戦か、この戦いも、この戦いも因縁であります。あの横浜アリーナを思い出す、おおおおおお、ものすごいスピード、あの ECW の取り合いでもう突撃の争いが繰り広げた光ですからね、これ。さあ大谷満身創痍だが、しかしたくさんの声援をバックに、男の中の男、大谷火山の噴火を今か今かと待つ。あばら攻撃ですよ。いやいくらプロだと言ってもね、あばらを追っている選手が、はい、先シリーズ神戸で試合やりましたっけ。神戸ですかね、はいはい、今シリーズ神戸で、あのね、そこでですか、地元帰ってハッスルしすぎたらしいんですよ。はあ、大谷さんがその後もしかし、あの欠場せずに出続けてますからね、大谷さん。おそのいやそうですよ、あばらを追っていても金村に、ね、頭変にされてね、冬木を投げ捨てる、今怒りのもう封筒バチン、うわ人生、人生いい仕事するな、やっぱりね、仕事でね一回受け負ったらやんなきゃ、瀬戸さん、これ本当本当、いくらね、いくら嫌な、嫌かもしれない、最初はおかしい仕事だと思ったかもしれないけど、ビジネスが成立した以上はちゃんとやらなければいけない、いやそれはね、意見は本当の話です。人生ほど修行を重ねた人こそね、そんなうかつな契約はしないんですよ。僕はちゃんと契約なんかしてないと思いますよ。じゃあどういう形なんですか。いや人生は何か自分の思いがあって、先ほどあのある意味でハヤブサと対峙したコーナーに立ってみるというね、自分の哲学があってやってることだと私は思いますけどね。あんたは頭が古い杉崎さん、ついにあんた呼ばわりになりましたね。あんたは頭が古いよ。スカイパーフェクティビー第1回ペーパーフェクなんですから、そういう人を、いや古いって言うとおかしいけどね、頭がね、なんかあんたがねおかしいよ。さあ人生が仕事として決まったらちゃんとやるのが人間です。これはいやだから私はポッポ屋です、それがポッポ屋です。じゃあ何ですか、杉崎さんはどんな悪いことでも仕事として成立したらやるということですか。いや受け負いませんけどね、僕おかしいと思ったら、ね、受け負ったらやんなきゃいけないね。押し込みごと人殺しもだ、それ受け負わないから最初から、だからそれを言ってるじゃん。人生ほど受け負ってんのよ、もう人生ほど修行を、もう見たらわかるでしょ、一緒のチームで出てきてるんだから。もうあなたも頑固ですね。俺は怒るよ、もう本当に。あなたも頑固ですね。こっちで戦ってどうするんですか。もう1回目の予想でこんなに気分悪くしてなると思わんかった。さあ人生見たらわかるだろうに、もうガンの助にタッチ。さあガンの助がさらに、手負いの手負いの男の中の男、大谷久勝を、うわー、拳でグリグリ、これもきつい攻撃であります。いやーちょっとこれね、痛みがここまでもっと伝わってくるような、おえつが聞こえてきます。大谷さんのお客さんではリッキーさんのね、そうなんですよ、富士の次回待ってますから。だって人生はこの冬木行動チームが勝ったらリッキーさんも富士の樹海に置き去りされるってこと分かってるわけでしょ。これだから、その程度のことはね、修行ですよ。ん、修行の一環ですよ。何がですか。リッキーさんが富士の樹海に置き去りにされたとしても、あなた今富士の樹海に、さっき富士の樹海に置き去りにされたらえらい大変なことになりますよって言ったじゃん。夜券もいっぱいいますよ、人食い夜券いっぱいいますから、これ本当の話で。それが悪霊だっているし、いきなり修行ですか。
一輝さんほどの人だったらその修行を克服しろと人生さんのメッセージなんじゃないですか。それは過酷すぎません。いくらなんでも人生は、ね、人生のこの修行とかに対するね、ちょっとその厳しさっていうのをもう一回我々考えましょうよ。テーピングを、なんとなんとテーピングを今剥がそうという。もうねこれ日常生活でもねかなり苦しいだろうというこの大谷さんの傷をですねさらに傷口を広げていこうというこの冬木組でありますが、さあ男コールが湧き上がっている。うわ、徹底的にねこれ湧き上がってるんですよ。今日ね1回目ですかサバーで、はい、ここまでの経緯を言うとこの大谷さんがこの今こういう頭になっている元々のきっかけも今攻撃する冬木さんがコミッショナー時代に、はい、無理難題ふっかけてこういうことになってるわけです。まあ、最初は植毛養成ということだったんですけどね、その裏を返して、まあ、あれは大谷さんの意地を見たというシーンでしたね。はい、この大谷さんにとってね逆に丸坊主にして、はい、冬木行動っていうのはやっぱり、ね、忘れられない憎たらしい相手だと思いますよ。それ大谷さんとしては常に冬木とは対峙している立場にありますからね、はい、なんと大谷久勝の折れた腹に人生が、まあ、これはねリング内ですからこれはルールに基づいて、あなたの言ってることはもう中途半端だよ。しょうがないでしょ、試合中だからそういう、いや、ことはやむを得ない。いや、しかもね、これそういうもんなんですよ、斉藤さん、本当、分かってくださいよ。逆エビですよ、逆エビ、そういう不良なもんなの、ね、うわー、逆エビ、そして片エビに行こう。いや、ここまで大谷久勝、僕は人生これ立派だと思いますよ。こいつが聞こえてくるぞ、人生の非常なまでの攻撃、立派だと思う。ここでハヤブサが人生に対して死闘カットに入ってきた。さあ今度はガンノスケと大谷、ちょっと大谷さんが捕まっています。大谷久勝が捕まっている。ネックブリカドロップからカウント1で返す。ポリスメー、さあここで出るか。なんとしても万事を阻止しようという大谷がなんとか右肩腕一本で阻止。さあ下腹部のあたりに肘を当てていった。さあしかしちょっと大谷の痛みが心配であります。ここからリベンジなるか。おっとフィッシャーマンズ、これはバスター気味に落としていった。さあこれはどうか、危ない。ここで人生にタッチ。これはどうも目が悪いぞ。悪の忍ぶ、悪の正規軍が完全に試合の主導権を握った格好になっています。あ、大谷のちょっと傷が心配だ。あばら、今の人生のねヒッププレスはすごかったですよ。大谷の体が逆にしなっちゃいました。さあ死闘、おお起死回生だ大谷久勝。フライングネックブリーカーを人生にたたん負けましたよ。これは今は人生もね、もうよもやのフライングネックブリーカーさから、おお、おお、すごい音を立てて。ハヤブサの怒りは人生にも言ってるけど、その契約した、いや、これはもうね、悪の首脳部全員に言ってますよ。悪の整理気分全員にね、ハヤブサの怒りが。さあ、不死鳥が、おお、ハヤブサの舞、この後楽園ホールで見るのは、おそらく約1年ぶりということになるわけであります。もうね、人生に対して今の絵、僕は影響保存版で残したいですね。ねえ、さあもう一回ここは、いろんな雑誌のカメラマンの方も今のところはもうバッチリ撮ったでしょう。ひねを加えてのギロチン、僕も今の欲しいな。だって1年ぶりですよ、本当に。おまけに下が人生ですよ。ハヤブサからケブラーダを人生に見舞うなんていうのはね、もうこれね、今 FMW ね、インターネットとかで、ね、アメリカの方もご覧になってますけどね、はい、アメリカのファンなんかもうこれもうよだれもんですよ、今の画像なんか。人生人気者同士ねえ、うん、さあ人生のハヤブサ
ぱりここの話かどうでしょう。人生早押し、人生、あ、人生大丈夫かな。人生の田中、これもすごい戦いだ。もすごい、ああ残念、もうちょっとで、ね、見たかったですけどね。やっぱりしかし田中としてはね、冬木と出ました。スタナーと DDT の複合技、もうね、お、もう一人や二人や関係ないという、かわしていく、おお、ゴールドバーグバリタックル。いや、田中はやっぱり強い。目前大谷ふさがつ、男の中の男、まさに円髄、指を引いた、もう一発しだっていく円髄、まさに闘魂。うわー、しだんだラリアット左腕、おっ、あー逆さ、おお、脇固め、ネックブリーカーを逆さ抑え込みで返した、それを脇が固め、まさに見事、あり地獄、もうね、開いた口塞がらないって感じですよね、トタロさんもね。ああ、いやー、ずーっとみんなで出してみます。テクニシャンと、状態があります。大谷さんも必死だよ、これ。人生にブーイングってのもすごいですね。さあ、そしてハヤブサ雁之助、永遠のライバル、永遠のライバル、まさむに名勝負数え歌を繰り広げていたこの2人ですけれども、早見さん、雁之助の試合も名勝負数え歌が、ね、さらに次のステージに移行してるって、ね、移行してるってことですよね。あの、本当はね、早見さんは今 ね、あのシングルでね、挑戦権獲得してるんですよね、雁之助の。はいはいはい、それはまだ行われてないんだけど。そうですね、さあ、これいつで行われなきゃいけないんだよ。 あファルコンアロー早くも見せていく、ファルコンアロー、これはどうか、これはどうか、おーっと、カウント2.9。いやー、お、ファイヤーバード宣言付きだ。おー、これはね、赤コーナー側、まさにちょうどこう、鶴太郎さんがね、目の前で、鶴太郎さんの目の前でファイヤーバードですよ。ここに人生がカットに入る。これは残念、これは残念、見たかった。うわー、デッドリードライブ、ね、人生と雁之助が息がぴったりっていうのは、これが僕は一番不思議ですよ。合わせ鏡みたいな2人ですよ、善と悪の。まあ、あの合わせ鏡っていうのは本当にあの時期とハイドを乱す時期がありましたからね、うん、いい坊主、悪い坊主っていうね、はい、本当にこの2人の息が合うっていうのは、僕はね、人間の実際のね、あー、ちょっと待って、トリプルで人生も入ってる、うわー、スーパーパワーボムだ、これはどういうことなんだ、自力で返した。いや、目が離せない、スペクタクル攻防だ。結末を見るのが惜しいぐらいに激しい試合。うわー、人生も入ってくる大谷さんのあばらを蹴りに行きましたよ。もう手段選んでないですね。人生は本当に今日どう、やっぱりちょっとあまりに金のためとはいえ、意外とはいえ、ここまでやるかっていう感じはするね、え、ここまでやるかって感じはしますね、斉藤さん。そうですね。さあ、さらに、あーっと、やっぱりそこが、そこがやっぱり道を極めた人なのかな。ここまで徹底してはできないですよ、やっぱりいくらビジネスでも、すごいわ、やっぱり人生は。やっぱりね、ハードな、ハードなお坊さんですよ。まあね、親にあっては親を殺しね。そんなハードなお坊さん、あ、そんなお坊さんはいませんけど。あー、もうね、いや、道を極めればそこまで人間は非常になるかもしれない、ね、今ね、笑顔でタッチしましたよね。人を救うというのはどういうことなのか、もう一度よく考えてみようってことじゃないですか。殺すのが救うってこともありますしね、斉藤さん、生きるということを究極に突き詰めていくと。僕もこう見て本当に仏門の出身ですからね、もうよくわかる、死に直面せざるを得ないというね、ある種哲学的な部分もありますけれども、さあ、タッチワークがね、タッチワークが明らかに、田中に対してもこちら側の、あの赤コーナーの方がいいですね。
いや、いいっていうか、気持ちが一つですもん、まあ、もちろん向こうも気持ち一つだけど、こっちの一つの方がなんかね、あー出たー、これ今あのディーポン・ダッドリーがやってるやつですよね。あーさあ、念仏パワーボム、あー危ない、ハヤブサが自ら返していく。もう冬木がね、もう全身全霊で田中をカットに来ました。冬木さんもこのチームには自信持ってるみたいですね、これね。いや、これね、人生ガンノスケ冬木は強すぎ、あーうわー、これは決まった、ファイヤーサンダー、危ない、いやー、なんとかすってのところでカットに入る。ガンちゃんのファイヤーサンダー、綺麗だね。いや、完璧でしょう。もう本当僕はね、これを見るとね、もういいとか悪いとか敵味方とかそういうのなくて嬉しくなるんですよ。さあ、今度は放送席の目の前で、まあ、ただ今日ばかりはそう思ってるんですけどね。田中と冬木、そしてリング上は、あー危ない、リング上は、あれあれ、おーあれ、リンネと、人生それいいのかよ、リンネと、そして円錐の共演だ、人生、人生の思いは、やはりお前は間違っていなかった。